使徒の働き23章、パウロは議会を見つめてこう言った。兄弟ですよ、私は今日まで、全く清い良心を持って神の前に生活してきました。すると大祭司アナニアはパウロのそばに立っている者たちに彼の口を打てと命じた。その時パウロはアナニアに向かってこう言った。ああ白く塗った壁、神があなたを打たれる。あなたは律法に従って私を裁く罪につきながら律法に背いて私を打てと命じるのですか。するとそばに立っている者たちがあなたは神の大祭司を罵るのかと言ったので、パウロは言った。兄弟子、私は彼が大祭司だとは知らなかった。確かにあなたの民の主導者を悪く言ってはいけないと書いてあります。しかしパウロは彼らの一部がサドカイ人で一部がパリサイ人であるのを見ととって機会の中でこう叫んだ。兄弟たち、私はパリサイ人でありパリサイ人の子です。私は死者の復活という望みのことで裁きを受けるのです。彼がこう言うとパリサイ人とサドカイ人との間には意見の衝突が起こり、議会は二つに割れた。サドカイ人は復活はなく見つかりも霊もないと言い、パリサイ人はどちらもあると言っていたからである。騒ぎがいよいよ大きくなり、パリサイ派のある律法学者たちが立ち上がって激しく論じて、私たちはこの人に何の悪い意見も見出さない、もしかしたら霊か見つかりかが彼に語りかけたかもしれないと言った。論争がますます激しくなったので、青年隊長はパウロが彼らに引き裂かれてしまうのではないかと心配し、兵隊に下に降りていってパウロを彼の中から力ずくで引き出し兵に連れてくるように命じた。その夜、主がパウロのそばに立って勇気を出しなさい、あなたはエルサレムで私のことを証ししたようにローマでも証ししなければならないと言われた。夜を明けるとユダヤ人たちは徒党を組み、パウロを殺してしまうまで飲み食いしないと誓い合った。その陰謀に加わった者は40人以上であった。彼らは祭司長たち長老たちのところに行ってこう言った。私はパウロを殺すまでは何も食べないと固く誓い合いました。そこで今あなた方は議会と組んでパウロのことをもっと詳しく調べるふりをして彼をあなた方のところへ連れてくるように青年隊長に願い出てください。私はその私の方では彼がそこに近づく前に殺す手はずをしています。ところがパウロの姉妹の子がこの待ち伏せのことを耳にして兵営に入ってパウロにそれを知らせた。そこでパウロは百人隊長の一人呼んで、この青年を青年隊長のところに連れて行ってくださいとお伝えすることがありますからと言った。百人隊長は彼を連れて青年隊長のもとに行き、囚人のパウロが私を呼んでこの青年があなたにお話しすることがあるのであなたのところに連れて行くようにと頼みましたと言った。青年隊長は彼の手を取り、誰もいないところに連れて行って私に伝えたいことというのは何かと尋ねた。すると彼はこう言った。ユダヤ人たちはパウロについてもっと詳しく調べようとしている。彼に見せかけて明日議会にパウロを連れてくるように来るようにあなたにお願いすることを申し合わせました。どうか彼らの願いを聞き入れないでください。40人以上の者がパウロを殺すまでは飲み食いしないと誓い合って彼を待ち伏せしているのです。今彼らは手はずを整えてあなたの承諾を待っています。そこで青年隊長はそのことは私に知らせたことはこのことを私に知らせたことは誰にも漏らすなと命じてこの青年を帰らせた。そして2人の百人隊長を呼び、今夜9時カイザレに向けて出発できるように歩兵200、騎兵70人、傭兵200人を整えようと言いつけた。またパウロを乗せて無事に総督ペレクスのもとに送り届けるように馬の用意もさせた。そして次のような文面の手紙を書いた。クラウディオ ルシア慎んで総督ペレウス閣下にご挨拶申し上げます。この者がユダヤ人に捕らえられまさに殺されようとした時、彼がローマ市民であることを知りましたので私は兵隊を率いて行って彼を助け出しました。それからどんな理由で彼が訴えられたかを知ろうと思い彼をユダヤ人の議会に出頭させました。その結果彼が訴えられているのはユダヤ人の立法に関する問題のためで死罪や投獄に当たる罪はないことが分かりました。しかしこの者に対する陰謀があるという情報を得ましたので私は直ちに彼を閣下のもとに お送りし訴える者たちには閣下の前で彼のことを訴えるようにと言い渡しておきました。そこで兵士たちは命じられた通りにパウロを引き取り夜中にアンテパトリスまで連れて行き
翌日、騎兵たちにパウロの護送を任せて兵営に帰った。騎兵たちはカイザルにつき、総督に手紙を手渡してパウロを引き合わせた。総督は手紙を読んでから、パウロにどの州のものかと尋ね、キリキアの出であることを知って、あなたを訴える者が来てからよく聞くことにしようと言った。そしてヘロデの官邸に彼を守っておくように命じた。